こんばんは。ちょっと少しだけなんですけど、本当に少しだけ。すいません、若干ラジオの時間と被っちゃうんですけど、ちょっとできる時間がここしかないこの時間しかないので少しだけやります。でももうすぐ家を出なきゃいけないのですぐ終わります。こんばんは。今日はね、 STU フューチャー日なのでね、ちょっと配信しました。でもそう、一応ね、フューチャー日はね、いつも配信してるんですよ。生ドル楽しみ。そう、今日はね、夜のね、10時かな、9時か、9時にニコ生でね、生のアイドルが好きに出演させていただきます。そうなんです。でもね、時間は遅いんだけど、メイクしに行くから集合は早いんだ集合が早くて家を出なければならない。っていうね、わけでございます。10時か、10時だ。さあ、ぜひ足金も聞いてください。7時から7時15分。ありがとう、聞いてる、ありがとう。リモート出演、そうですね、リモートで初めて出演させていただきます。なのでお楽しみに。ちょっと暗いかな、ちょっと画面明るくしようとしたけど、もう最大限に明るかった。あら、こんばんは。雑音がする、ごめん。ちょっと今充電さしてるんよ。でもね、ちょっと充電させてほしい今日はごめん。なんか充電器さしたらね、雑音がするらしくて、てかあんまりね、充電さしながら配信するのもあんまり良くないんだけど、ちょっと今日だけはすまない、充電必須なんですうん、みんながガチャガチャを引けたら、みんながガチャガチャを引けたら配信し終わります。夜ね、できたらいいなと思うんだけど、無理かな。皆さんね、ガチャガチャをガチャガチャしてください、ぜひ。ぜひぜひ。そのために今配信してるから、もうカプセルをねやってくださいな。急いでメイクしたから、後でちゃんとしよう。こんばんは。昨日はね、アザージャケットサインからありがとうございました。届くの楽しみにしててください。最近なんかショールームでいろいろやることいっぱいあるな。こんばんは、だってこんばんは。なんかココアさんが自分でリミスターから CD 買ったらしくて、で自分で自分のサイン買ったらしいんですよ、アザージャケット。そしたらカイココアって名前でやってるから、なんか
NG 食らってて、メンバーの名前でやってるから。でも NG 食らった人って本名になるらしいんですけど、だから本名も解雇からだから、なんかもうブラックリストみたいになんか線引かれてたって言ってていや自分で自分の買うのもおもろいし、それでその買った CD で私の生写真が出たって言って、今日サイン書いてって言って、あの生写真来ました、サイン書いてきた。そんなことあるんや。でもちゃんと言ったらしい、これは自分ですって言ってたらしい。面白いんだけど、他の CD 買えなくなったらどうするんですかって言って、恥ずかしいって言ってた。サイン返ってきました。昨日サインもらうって言ってた。うん、なんか今朝 LINE が来てて、今日生写真持ってきますみたいな。なんかリミスタ本人はアザージャケットもらえないの。めっちゃもらえるよ私5、6枚ぐらいもらって帰ってきたそんなにいらんもらえるけど、なんか気になって買ったらしい。どういう感じなんだろうみたいな。まあでも気持ちは分からなくもない。どういう買い方をするのかみたいな、気にならんこともないでもなんか自分にメッセージ書くのは面白い、他人じゃなくて。でも昨日思ったけど、なんか私のファンの方、なんかメッセージが NG になる人がもう一人もいなくて、なんかスタッフさんが褒めてました沖ちゃんのファンの人はなんか治安がいいねみたいな言ってた。めっちゃもう本当に一人もいなくて、もうなんか健康っていうか、なんだろう、すごい温かみのあるメッセージばっかりだった。ありがとうございます。コンプライアンス守ってた。そうそうそう。けどなんか見てて思ったけど、なんかあれだなって思った。なんか多分 NG 食らう人は多分なんかあれなんだと思う。会社のなんか職場の人とか両親に言えることを書いてないんだと思うだなって思った、なんか見てる限り。だからね、一回ね考えた方がいいのかもしれない。これはお母さんに言っても大丈夫かなみたいな、うん、って思うなんかね、うん、このそのメンバーが優しいからとかノリがいいからとかじゃなくて、普通にねどんな人からでもね変なこと言われたらやっぱり嫌だと思うよってね、なんか思っただから皆さんのねコンプライアンスを守っていきましょう、まあリミスタに限らずだけどね。でもいや、すごいなって思って、拍手よくできました。生ドル楽しみだな。ね、私も楽しみ。初めてだい。どういうのがダメなの。どういうのがダメ、どういうのがダメか。コンプライアンス研修ですね、じゃあどういうのがダメ。ね、なんかなんだろうな、やっぱり説明難しそう。難しい。
まあ、まずこうお母さんとか職場の人に堂々と話せない内容はまず NG じゃん。まず NG じゃん。まあ、あとなんか何とかしてください系も人によってはなんか厳しいんじゃないかな。なんかどうなんだろう、分かんない。なんかもし それがその場面が切り抜かれた時にそのメンバーになんかね、もし損みたいなのがあったらダメなんじゃない？なんか例えばさ、なんか罵ってくださいとかさ、もしそこが切り抜かれてさ、なんかすごいもうド S みたいななるのはあんま良くないんじゃない、まあ、見たことないけどそんな要望とかは。あとなんだろう、なんだろうね、うん、難しい僕だけの奥さんとか、え、それはいいんじゃない、それはいいんじゃない。まあ私はみんなのものだから特定の人のものにはなれないけど、まあでも、まあ何回も言っていけばお母さんに読み聞かせれるか、それ基準で考えたら多分大丈夫だよ。こんばんは。また楽しみですね。なんか次のシングルもあるかわからないけど。リミスタの時はお母さんに確認します。お母さんもびっくりやな。私のお母さんじゃないよ、自分のお母さんにだからね。まあうちのお母さんでもいいけど。年内にもう一問お願いします。あー、どうなんだろう、年内、年に出せるかしら。20分になったら終わろうかな。超早いよ今日の配信は。20分になったら終わります。みんなガチャガチャをね引くんだ。今充電何パーセント、いや分かんない。なんでこんな時間、いやこの時間しかできなかったんですよ本当はね。いつも夜にやるんだけど今日夜配信、ニコ生の配信があるから。この時間帯に今日ニコ生ある、あります。10時から生のアイドルが好きに出演させていただきます。でも今日はねフューチャー日っていうね、なんか SDU のアバター弾けるやつなんですよ。今日しかなの。
今日しかないらしい。なのでここで三好もののけめじゃ見てきて、ああ YouTube 見てくれたのかな、ありがとう。 YouTube なんか今めっちゃ確認、なんか MV のメイキングだから確認が結構なんか長くなってるっぽくてまだ投稿できないかも。今年は YouTube 投稿していけるように頑張りたい。所存、所存です。そうガチャガチャって1週間引けるんだ。嘘の今日じゃなくてゆいじゃん、じゃん今日やったいみー、まあ、いっか、フューチャービーだし、まあ、いっか、まあ、いっか。飲み物の何気に部屋をね若干模様替えして、ちょっと後ろがねすっきりしました。棚がなくなった。もうね一回模様替えをするともう全部変えたくなるくて、今ベッド探してますあしけまた聞いてくれてありがとう。そうすっきりさした。あとこたつももうしまった。まだ寒いけど、まだ寒いけど、クマありがとうございます。もういいんだ私は決別した、こたつ無理卒業です。ベッドもだね、なんかね重いんですよ私のベッド。なんかすごい重い重厚ベッドっていうか、もう模様替えのためにもうギギギギギギって引きずらないといけないから、なんか軽い女子でも持てるベッドにしようかなって今探し中。そう受け継がれてきたベッドなんですけど、風さんマイキューと受け継がれてきたベッドなんですけど、もうここで私の代で終わらせたいと思います。長いんですよこのベッドは。クマありがとうございます。しかも風さんが使ってたやつも、風さんがもう捨てようってなったやつをマイキューがもらって、でマイキューもそっからもう何年も使ってからの私だから、もうね耐久力がなくなってきた。またマイちゃんに戻した。マイちゃん絶対もう使わない。あの人はもう床布団派だからなかなかね、なんか後回しにしちゃう。別に今一番すごい欲しいってわけじゃないから、ただ模様替えをした時に、新しいのが欲しくなるなって感じなんやけど。マットレスどんなのが好き気になる そんな私マットレスも誰かからもらったんだよな、そういえば。誰だっけ、忘れちゃったなんか私めっちゃもらいもん多い、家具とか。でも昔すぎて忘れちゃった。なんか
いらないから、なんかバーゲンセールみたいにメンバーの中でなってて、これいらないけどいる人いりますかみたいな LINE グループがあって、それでなんかもらったんだよね。逆にあげたのあったっけ。机は葵さんに、葵さんと交換しました。シティユーバザーです。そう、フリマです、フリマ。よし、そろそろ終わろう、早いけど。皆さんどう、ガチャは引けましたか。これ壇上のさ2位の人のアバター、これガチャで引いたやつじゃない、この沖優香ってやつ。当たってるじゃん、すごい。ありがとうございます。あ、今回のじゃないんだ。また違うんだね今回は。ではそろそろ終わりたいと思います。13位から読みます。13位、トラさん。12位、おいでませ元気さん。11位、タオさん。10位、モンブランさん。9位、カズノリさん。8位、セディアさん。7位、チシタさん。6位、ジェリーさん。5位、ソウリュウさん。4位、スギアンさんでした。13位回までの皆さん、ありがとうございました。そして3位、クマさん。2位、アチャさん。1位、コバチャさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。ということで、また10時にニコ生でぜひぜひ見てくださると嬉しいです。バイバーイ。お疲れ様でした。短い時間でしたが。